論文オンライン代表の石井秀明です言葉を磨こうの時間です分かって使ってますかそのカタカナ語本日の問題はこちらになりますこの意味のカタカナ語は何でしょう元はフランス語の請負業者起業家現在は起業家特にベンチャービジネスの起業家を指すことが多い 脱サラして会社を起こす意味で使われることもある。はい。この意味のカタカナ語は何でしょうか。5秒間、アで始まります。はい。この意味のカタカナ語はこちらになります。ね、これも出てきますね。アントレプレナーという言葉になります。 でこちらアントレプレナー結構日本語では広い意味で使われてるんですけれども本来の意味はそういう意味だというふうに覚えておいてくださいこの言葉の意味正確に理解して使っていたでしょうかそれでは次回もお楽しみに